はい、こんにちは。X と Y が実数で、まあ、このような、まあ、三次式ですね、を満たしているときに、X プラス Y の値はということで、まあ、XY っていう二つの未知数があって、式が一個しかないので、まあ、原則答えは定まらない不定方程式ですね。で、まあ、X プラス Y の値を聞いてるから、じゃあっていうんで、X プラス Y を T とでも置いて、T だけの、まあ、三次式ができるんなら、それは単なる T の三次方程式なんですけど、そうもできないですよね。XY の掛け算も出てきちゃうんで。で、じゃあ、それでなんで X プラス Y の値が定まるか、どうしてなのかなっていうのを、まあ、想像すれば、X プラス Y と、まあ、なんか、と、すれば、こっちが因数分解できるとすれば、こっち X の二次式、Y の二次式が、ゼロですよっていうふうに因数分解できれば、で、しかもこっち X の二次式と Y の二次式で、まあ、二次なんで、必ずゼロよりでかいっていうこともあり得る。となれば、掛け算してゼロになる。で、こっちは絶対にゼロにはならない。となれば、これで X プラス Y の値が求まるっていう、まあ、そんなようなことが思い浮かぶかなと。で、しかもこれもう見るからに、3がついてて、有名って言っちゃっていいのかどうかわかんないですけど、まあ、青茶の例題にも出ている、この因数分解。ですよね。まあ、さすがに覚えちゃいました。まあ、一度はちゃんと自分で導いた方がいいんですけど、まあ、さすがに覚えちゃったものはもう覚えちゃったんでしょうがないと。マイナス XYYZ マイナス ZX と。まあ、この因数分解なんか使えそうな格好してますよね、と。この Z。はないですけど、ここの Z にマイナス10を入れると、これとこれとこれとここにマイナス10の3乗。1個ありますからね。で、まあまだ線残りますけど、それとこれとはまた仲良くできそう。X プラス Y-10 なんていう因数を持ってそうですよね。まあ実際持ってますね。で、そうすると、まず、ですから、これとこれとこれと移行した中のうちのマイナス線、10の3乗を組み合わせてあげれば、ここで X プラス Y マイナス10と X2 乗、Y2 乗をマイナス10の2乗で100。で、あとはマイナス、マイナスがあるんで、プラス 10X プラス 10Y とマイナス XY かな。っていうふうに、まあ、まず、因数分解できて、で、この中に含まれてないのが、まだ X プラス Y の3乗と、マイナス10の3乗。で、まあ、これと、これでイコール0と。そうすると、こっちも3乗引く3乗なんで、こっちの部分だけ因数分解すれば、X プラス Y マイナス10と、3乗引く3乗だから、X プラス Y の2乗プラス10括弧 X プラス Y プラス100ですか。なんで、この式を、ああ、消しちゃった。まあいいや。まあ一応因数分解すると、X プラス Y マイナス10。で、これそのままそっくり、こっち側が0にならないっていうのを示すのに、これと、こっち側の括弧を計算してまとめちゃってもできるんですけども、そもそもこれが絶対に0以上で、これ、まあ普通の x3 乗マイナス y3 乗を因数分解した時の x2 乗プラス xy プラス y2 乗って、これ平方完成すれば x プラス2分の y の2乗プラス4分の 3y 乗かな。っていうふうに絶対にこっち側は0にもならない。あってみよう。4分の1だ。絶対0にもならないプラスと、こっちは0以上っていうのは、これは無理やり2分の2してあげれば、2分の2して2全部くっつけてあげると、まあ、x2 乗と y2 乗1個ずつと、2xy で x-y の2乗。
で、y2 乗と z2 乗、1個ずつと、yz で、y-z の2乗。と、まあ、x 乗まだもう1個と、z2 乗もう1個あるんで、z-x の2乗っていうふうに、全部2乗、2乗、2乗の和にできて、まあ、xyz イコール0のとき、あ、イコールのときに、xyz が全部等しいときに、まあ、0になる。でも、こっちが絶対に0にならないんで、こっちの部分が、2分の、この、これを踏襲すれば、x-y の2乗と、2分の、x プラス10の2乗かな。と、2分の、y プラス10の2乗。で、こっち側っていうのは、これっていうのは、残りが、x プラス y をまとめちゃって、x プラス y の2乗、プラス、x プラス y、x プラス y の2乗、プラス、10カッコ x プラス y、プラス100なんで、x プラス y の2乗、x プラス y、プラス5の2乗、プラス75ですか。っていうふうに、平方完成してあげれば、これで、こっち側は、絶対に0よりもでかいと。ということは、イコール0になるには、これが0になるしかないんで、x プラス y は10ということになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。おかげさまで、本第1弾、第2弾、第3弾、すべて10版出題ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC 三太郎さんという方が、動画の回答、解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ、好評につき、第2弾の50選も発売しております。そちらはノートなんで、電子の特徴として、ワンクリックで解説、動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているんで、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。